皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。パリ五輪の柔道競技で、またしても日本が不可解な判定に泣かされた。1日にシャンドマルスアリーナで行われた女子 78kg 級の準々決勝で、高山理科29、三井住友会場が3分26秒にビデオ判定の末に3つ目の指導を受けて、世界選手権女王のアナマリアワグナー28、 ドイツに反則負けを喫した。敗者復活戦から勝ち上がったが、3位決定戦で敗れて銅メダルも獲得できなかった。五輪公式サイトで不明と表示された指導の理由をめぐり、X ・旧ツイッター上では大会初日からの微妙な判定を含めて、審判への批判が飛び交う事態が生じている。パリ五輪の公式サイト上には 異例とも言える言葉がつづられていた。アンドターミネット、29歳にして初めて五輪に臨んだ高山が、今年5月の世界選手権を制したワグナーに敗れた女子7 8ラム級の準々決勝。3つ目の指導を受けた末に反則負けを喫した中で、公式サイトでは、最後の指導の理由がアンドターミネットとあり、不明と和訳されていた。正確確には未確定 の意味、公式サイトの運営側の不備かもしれないが、これをそのまま受け取れば、理由が未確定、不明、の指導で高山は、悲願の金メダルへの道を断たれたことになる。2回戦から登場した高山は、イリス・ホンクル・バンバエは、22、ウズベキスタンを紙四方固めに抑えて開始わずか48秒で一本勝ち。快調なスタートを切ったが 続く準々決勝の開始15秒にワグナーと共に最初の指導を受けた。序盤から気迫を前面に押し出してくるワグナーに対して、高山はなかなか突破口を見つけられない。これが消極的な試合運びと映ったのか。2分3秒には高山が2つ目の指導を受けて、あと1つの指導で反則負けとなる苦境に追い込まれた。迎えた3分26秒に、 賛否両論がが分かれれるジジャッジが下された。上背で勝るワグナーに右手で奥襟をつかまれ頭を下げさせられた高山が必死に抜け出した直後だった審判が試合を止めビデオ判定が始まった20秒を超えるチェックが行われた末に高山に3つ目の指導が与えられた高山が首を抜いた行為が指導の対象となった国際柔道連盟 IJF の試合審判規定には、いわゆる「首抜き」に関して次のように記されている。組んでいる腕の下から相手が頭を故意に抜くことによって、標準的でない組み方となった場合、首を抜いた試合者が直ちに攻撃を施さなければ、指導が与えられる。映像を見返してみると、確かに高山は直ちにには攻撃を仕掛けようとしていない。 それでも納得がいかなかったのだろう。悔しさと驚きが入り混じった表情を浮かべながら審判のコールを聞いた高山は、しばらくは呆然と立ち尽くしてしまう。審判に両手を揃えるように促されて、ようやく礼をして青畳から降りた。高山によれば、ワグナーに負けた直後に所属する三井住友海上の監督で、アテネ・北京両五輪の 70kg 級を制した上野雅恵さん。 45から電話がかかってきたという。負けた後に監督から、まだ誰も諦めていないし、一緒に戦っているから、と連絡をもらって、そこで一人じゃないと分かって、みんなを信じて戦おうと思いました。しかし、自らを奮い立たせて敗者復活戦を勝ち進んだ高山は、銅メダルがかかった3位決定戦の3分5秒にパトリシア参拝を、25、 ポルトガルに合わせ技一本で敗れてしまう。これまで五輪だけでなく、世界選手権にも無縁だった遅咲きの29歳は、5位に終わった初めての大舞台をこんな言葉で振り返っている。最後は銅メダルを目指して頑張りましたけど、やはりオリンピックはそんなに甘いものじゃないと思いました。それでも、支えてくださった方々には本当に感謝しています。 今大会の柔道競技は不可解なジャッジが続いていた。初日の男子60キログラム級で長山隆二28、SBC 湘南美容クリニックが敗れた準々決勝では、女性審判のエリザベス・ゴンザレス氏、37が、待てをかけた後もフランシスコ・ガリゴス、29、スペインが締め続け、失神した長山が片手締め。 による一本負けを宣告される展開が世界中で賛否両論を招いた男子 73kg 級の橋本総一三32パーク24が3つの指導で反則負けした準々決勝や女子 63kg 級で積極的に攻め続けた高市未来30小松が延長戦で指導を取られた2回戦さらに男子 90kg 級で村尾三四郎23 ジェスグループが放った技ありに見えた内股が認められずに敗れた決勝など物議を醸す判定が相次いださらに高山も五輪公式サイト上で不明とされる指導を受けて敗れた XQTwitter 上には審判を非難するコメントが飛び交う事態が生じているこの判定オリンピックだけ他の国際大会でもこうなの 納得いかない場面も多いし、もっと日本は抗議するべきだと思う。柔道の審判団は、公平に審判する気がさらさらないんだろうね。日本は国際柔道連盟を脱退して本来の柔道を守るべき。五輪も今回が最後だ。二度とこんなもん見たくない。もちろん、首抜きのルールを理解しているファンから、これは普通に反則負けや、あるいは、 何でもかんでも誤信と言い過ぎといった意見も寄せられているそれでも初日から柔道で不可解なジャッジが相次ぎお家芸のはずの日本勢が泣かされる場面が目立つ今大会で応援しているファンの怒りや苛立ちはピークに達しているどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう